こんにちは。ゴルゴ13の安全対策マニュアル第12話を解説します。前回に続き、舞台はイラク。万一テロに遭遇した場合の対応につき解説します。バスラに乗り込んだ日本の石油会社の社員が銃撃テロに遭遇します。そこで彼らはとっさにゴルゴの言葉を思い出します。基本動作は3つだ。とにかくまず伏せる。伏せたら周囲をよく見て逃げる。もし逃げられなければ隠れる。死の恐怖だけが危険を遠ざけてくれるのだ。彼らが伏せた時、警備会社の担当者が四駆で駆けつけ救出します。この担当者は生き抜く術を聞かれ、あっさり人を信じないことでしょうねと答えます。実は彼こそ変装したゴルゴ13だったのです。そしてこの会社はさらに安全対策を強化し、ついにイラクでの石油開発に成功するというストーリーです。解説では危機管理の最終段階として、万一誘拐テロに遭遇した場合の対応につき説明します。さまざまな安全対策を講じていても、まさに生死の分かれ目に直面してしまうことがあり得ます。その時に少しでも生き残る可能性を高める方法を知っておくべきです。まず基本的な心構えです。テロや誘拐にあったら、唯一守るものは命だと考えて行動します。アルファベットの SML を意識しましょう。 S はサウンド。爆発や銃撃の音がした場所には近づかない。窓から覗かない。そしてテレビや携帯の音は標的になるので電源を切ります。 M はムービング。近くでテロが起きたらまず伏せます。施設の非常口や構造は事前に確認しておきます。ただし非常口は渋滞するかもしれませんので、むやみに逃げないようにします。 L はライティング。爆発音がしたら部屋の明かりを消します。テレビや携帯の画面も標的になるので電源を切ります。次に誘拐された場合の対応です。まず危害を加えられないために抵抗せず、犯人の指示に従います。監禁中は犯人を刺激しないように、天候や生活、趣味など円満に会話できる話題で人間関係を作るように努力します。ただし誘拐された本人しか知らない情報は生存情報、いわゆる POL と呼ばれ、本人が生きている証拠、または本人にアクセスがある証拠として使われることがありますので、あまり個人的な情報は提供しないようにします。健康を維持するため体を動かし、食事と睡眠をとることを心がけます。時間の経過を把握することも意識をしっかり保つ秘訣です。最も大切なことは、助けが来ることを信じて気持ちを強く持つことです。自ら交渉することは避け、解放に向けた努力が行われていることを信じて待ちます。襲撃やテロに直面したら、伏せる、逃げる、隠れる、この3つが基本動作です。まず伏せる。そして周囲の状況を確認し、逃げるか隠れるか判断します。脱出ルートがあれば避難します。持ち物は置いていきます。その上で襲撃場所に他の人が入らないように注意し、安全が確保された時点で警察に連絡します。逃げられなければ犯人から見えない場所に隠れます。隠れた部屋のドアをロックするか、バリケードを作り侵入を防ぎます。携帯電話は電源を切り、卓上電話は受話器を置きます。実際にはテロに遭遇した場合、とっさに体が動かないものです。つい現場の方を見てしまったり、棒立ちになって動けなくなったりします。できるだけ訓練をして条件反射で体が動くようにしましょう。次は会社の対応をまとめます。緊急連絡網に沿って直ちに本社や大使館に連絡します。第一報は発生の事実のみで十分です。とにかくできるだけ早く伝え、その上で逐次報告します。
現地対策本部を設置し、本社との連絡窓口を一本化します。本社では外務省の法人テロ対策室に第一報を入れ、本社対策本部を設置します。情報管理を徹底し、プレス対応は本社で一本化します。一般職員には慣行令を敷きます。家族がいる場合は専任担当者を指名するなど、家族に寄り添って対応するように努めます。さて、次回は最終回の第13話、 G マニュアルのカーテンコールです。